影の美と愛の言葉という題で紫式部の源氏物語とダンテ・アリギエリ新曲の相性をする点とやや異なる点というのをお話ししてテーマにございますようにそれと現代芸術の関わりをどこかで見ることができればということでお話しいたします。途中のところまでお話しする内容の原文などがございますので2枚ほど紙を用意してございますので時々その紙を見ながらしかし字よりも私の言葉の方に集中していただきたいと存じます。でまず影の美ということでございますが光と影というのを分けて考えてみますと影にはいろいろな意味がございまして光に対して暗い影という時には何も映っていない例えば木影などという時は木の影の暗いところを申しますしそれから人影が映るとかあるいは池に花の色が映るなどというその映って見えるものも影と申します。でここで言う影の美というのはそのすべてを含みはするのですがただ何も見えない黒いその写しのようなものはこの際ちょっと省かれるというふうにお考えいただきたいと存じます。で省く理由などいちいちご説明しますと長くなりますのでその影という言葉が出てくる源氏物語のほんの一二行のところ須磨の巻から取りますと最初に書いてございますが公にかしこまり聞こゆる人は明らかなる月日の影をだに見ずと記されております。でこれはどういうことかと申しますと色々朝廷に勤めをしているような人でも身内に不浄の人不浄の人というのは死者もございますしまた罪とがなどのあった人も入ることがございますので一般に考えられている訳によりますと身内に不浄の人すなわち死者また罪とがなどある人がいるとその人は自分は元気であってそして症状潔白に近いとしても身を慎んで月日の光から己を遠ざけるということこれは具体的に言うならば閉門といいますか門を閉じて家の中で謹慎をしているということでございます。今日でも身内に不幸がございまして亡くなったりしますとその時には喪に服すると言って普通どんなに忙しくても3日ぐらいは休むということがございますしそしてそれは身内のお葬式をするための個人的な理由であるというふうにお考えの方も多いのですが、まあ身内に不幸のあった人は公の仕事の場に出ては来ないというのが礼儀であるという
そういう光に関する倫理と関わりがございます。ですからまとうべき衣は女も男もなるべく黒い色のものを着て、そして家の中で静かにしているということがございます。ですがそれは源氏物語のこの文章で見ます限りは、月日の光を浴びてはならないというようなことになっております。ということは、普通の人間が月日の光のもとに動いているように世の中で動いてはならないということでございます。多分汚れというものの中には、当時どれほどの知識があったかは別として、病気は移るものであるというようなことがあって、死人が出た以上はそういう汚れがなんとなくその家の人々にまつわりついているであろうということもございましょうし、看病で疲れ果てている、だからしばらく休む方がいいというようなこともございましょうし、そしてもちろんその家の悲しい別れを静かに身内で送っていくという、そういういろいろなことがあったからでございましょうが、そうしますと具体的には自分の家を出て歩き回らないということにも関わりますので、月日の光から己を遠ざけるということになります。そういうことに関しての一番分かりやすい例、そして時間的にも収まりがつきやすいと思いますのは、源氏物語の本当の大主人公光源氏よりも、むしろ宇治十条の方に関わりのある薫の物語の方が適当であろうかと存じまして、そこを少しだけ考えてみることにいたしましょう。で、椎賀元の巻、つまり父君である八宮を亡くして喪服姿の宇治の大君、つまり姉の宮は、八宮には二人の霊嬢がおりまして、一人がここで大君と言われる姉君、もう一人は中君と言われる妹でございます。で、この姉の宮は薫の君の訪れにも次のように言って、近くに出てこないというところがあります。テキストがきれいな言葉でございますので、読むだけ読んでみますと、浅間衆今までながらえはべるようなれど、思いさまさん方なき夢にたどられはべりてなん、心よりほかに空の光見はべらんもつつましゅうて、橋地高もえみじろぎはべらぬ。悲しい言葉です。私は源氏や断定を人の前で、お人の前で読むということが非常に難しくて、いつも読んで読んでなるべく声が乱れないようにと思うんですが、恋しい人が来ても自分は父を亡くしたばかりで、なんだかこうして生きながらえているのも何か
浅ましいような気がするのですが、まるで覚めない夢の中をたどっているようでございまして、空の光を見ることも許されない、そういう身でございますので、貴重を開けておそばに近寄ることもできない次第でございます。人は光から身を引くというもの心がけを倫理として持つということが、どんなに実存的には悲しいことであるか、そしてその時に初めて服も喪に服するということの倫理という意味も分かってくると思います。何か心の中に忍ぶこと、耐えることを持たない、喜びだけの倫理というのはございません。倫理はもちろん生き生きと良いことをしてゆく喜びにも関わりますけれども、その喜びと同じだけの悲しみが倫理的であるということには伴っております。もうこれだけで私どもは源氏物語が持っている実存哲学への芸術的な限りでの類似というものを監督する、感じ取ることができるのではないかと存じます。どなたも文句の叫びなどというと、これはこういう慎み深いうちの大きみの言葉とは何の関わりもないような、それこそ絶望の叫び声を上げている表情でございますけれども、そういう悲しみとか絶望につながるものが、このわずかな光から身を避けるという言葉と行いの中にも見ることができるのではないでしょうか。それをこのように柔らかな言葉で言って、貴重の中に身を隠しているということ、影だけの存在となっているということ、そこには時代をことにしたものの慎みとか習慣とか、そういうものの差がありはしますが、苦しみは似たものではないかと思います。